さあ始まりました男子カレーうどん決勝、実況はこの私、すすりだがお送りしていきます。それではここから決勝に進んだ選手のコンディションを見ていきましょう。今ここでアップしているのは、カレイ健太選手ですね。非常にいい動きをしていて、これまでの試合で自身の記録を塗り替えてきています。今回決勝かなり期待がかかっています。金メダルを取りに行く姿勢も十分です。この後の選手インタビューでどのようなことを話すのか注目を集めています。一方こちらで練習しているのが、期待の超新星角直哉選手ですね。今大会初出場にもかかわらず、決勝まで他の選手を圧倒していきました。練習風景からもその感謝のひとさ、熱い思いが込められているようです、ね、どのような試合が展開されるのか両選手予想もつかない状況となっています。今回使用されるカレーうどんは、こちらとなっています。両選手ともホームのカレーとなっているんで、非常にやりやすいんじゃないでしょうか。しかし粉末スープが今回のポイントといっても過言ではありません。まず方にも注目が集まっています。箸にはセビレブンの箸が使用されます。袋の中に爪楊枝が入っているというテクニカルな部分を見てみると両選手の性格が見えてくるんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、ここで、はい、というわけで、ここからカレー選手と角選手のインタビューが入ります。いやね、まあやっと決勝まで進めたんで真っ黄色にしてやりますよ。こいつはそのために来たんで、いやー、やっぱりここまで来るにはやっぱ応援してくれた人がリピとかやっぱいたんで、その感謝の数だけ埋めたいと思います。よろしくお願いします。まあ、僕が23年間永遠に食べ続けてきたね、どんだけ今までここにねこぼしてきたか、それはね誰にも負ける気がまあしないかな。うん、金メダル、まあ優勝、うん、うん、僕だよね。僕がカレーうどん、カレーうどんが僕、まあ、そのところはあるよね。行ってきます。さあ早くもカレー選手第一所作が始まります。第一第三所作には感謝のポイントが入ります。ここで稼いでいきたいところではあります。さあ、気合十分、構え、そして、今天に誓って第一に膝をつきます。さあカレー選手、箸を袋から出します。おっと、ダイナミックな、感じで今袋を放り投げました。こちら、おっと、こちらも蓋を、ダイナミックに外に出しました。感謝のポイントは下がりますが、所作点が入ると思います。さあここで、しっかりと粉を入れていきます。粉余すことなく入れることによってまたこちらも感謝のポイントが上がっていきます。さあ、今粉を入れまして、ここからは混ぜる時間でございます。さあとこう均一にパウダーを、まぶすことにより均一に、液体に混ざっていくカレーうどん、非常に、こちらで粘り気が出ていきますね。さあ、今一呼吸ついて、おっとこれは、インクルーディングクロージングということでかなりこちらにね、汁を跳ねさせることができるんじゃないかなって思います。こちらもカレー選手独特の技ですね。さあ今麺を、持ち上げ、さあ今麺を持ち上げました。おっと少し、麺を落としてしまいました。こちら少し感謝のポイントが入りません。第一所作ハイライトを見ていきましょう。そうですね、やはり少し、麺を落としてしまっています。ポイントが危ぶまれるところです。さあポイントが出ました。92.36、かなりの高得点が出ました。はい、いいポイントが出ましたね。こちら第二所作に、すぐ参りたいと思います。第二所作感謝のポイントは入りません。さあインクルーディングクロージングからの、箸、混ぜます。麺量は、少し、少ないかなと思われます。さあこちらでどれだけ飛ばしていけるか。おっと出ました、こちらローリングスター、ユイのね、歌から取られたと言われているこのローリングスター、こちらで、汁を跳ねさせていきます。かなり汚れたんじゃないでしょうか今ので、ポイントが出ました。 67.14、かなり高いポイントだと思いますが、すすり量が少し、少なかったと思います。おっと今失敗しました。空中インクルージングクロージング、こちらね失敗してしまいました。こちらで所作のポイントが少し減ってしまうかな。しかし、今感謝が入りました。さあ混ぜていきます。ここで飛ばしていきたいところです。かなりの量を麺掴んでいきます。さあこちらすすり切ることができるのか。さあ今フーフーしてちょっと笑ってしまっていますね。はい、すすります。おっとちょっと熱いという言葉が選手から出てしまいました。まあ確かに、今大会一番熱い温度となっています。さあすすり切れるか。すすれすする、
なりました。あ、ちょっと実況が、おかしくなりました。ハイライトを見てみましょう。熱い、熱いという言葉がやっぱり出てしまっています。こちらが天性にどう響いてくるのか、ポイントが出たようです。 88.38、少し、第一勝者には負けてしまいました。さあ、続けて角野選手の第一勝者に入ります。角野選手、どのような、ポイントを見せてくるのか。さあ、まずは、第一に膝をつきます。こちらの、第一に膝のつき方、彼は茶道部だったということもあり、かなり茶道の経験が生かされている所作ですね、かなり所作のポイントが高くなっています。こちら綺麗に綺麗に今袋にから出し、さらに蓋を開けます。こちら、蓋も、綺麗に畳んでいます。角野選手、このようなところがすごく評価されているところではあります。さあ今、パウダーを取りました。パウダーを叩くことによって余すことなくパウダーを使います。こちらも感謝の所作が、かなりポイントを高くなってくると思います。さあ今パウダーが入りました。さあ箸を割ります。口で箸を割りました。さあ今どのように、混ぜてくるのでしょうか。中心に入れてぐるぐると混ぜる、こちらも、かなり均一に混ざってきて、カレーうどんが粘っこくなりますね。そうすることによって汁の跳ねが、良くなると言われています。さあ今、麺をつかみました。さあどれだけ吸っていけるか。角野選手吸いました。おっと戻してしまいました。角野選手、カレーうどんを全て戻してしまいました。一口もカレーうどんを食べていません。少しハイライトを見てみましょう。ハイライト、あ、やはり、戻してしまっています。こちら、ポイントがかなり下がってしまうと思われます。ポイントが出ました。角野選手ポイント 72.45。 そうですね、シールの羽のところとすすり量で少し、落としてしまっています。第2所作、感謝のポイントは入りません。おっと空中インクルージングクロージング、成功させました。こちらかなり高いポイントが入ってくるんじゃないでしょうか。カレー選手の、技を盗んで今使ったという感じですかね。すごいです。これを成功させました。かなりの量を吸っていきましたが、角野選手2回お箸ついてしまいました。おっと笑って吹いてしまいました。さあこれはちょっとポイントが危ぶまれるところではあります。第2ハイライト、やっぱり笑ってしまってちょっと出てしまっていますね。こちら汁の羽とは関係ない、羽です。しかし、67.66、 こちらはカレー選手よりは高くなっています。感謝のポイントが高かったのでしょう。さあ今ダイナミックな技が出ましたが、こちらの技は何という技なのかちょっと僕もご存知ではありません。しかしこれはどのように点数にかかってくるのか、期待したいところです。さあ角野選手ここで挽回したいところ、どれだけすすっていけるかポイントになります。すすりました。今すすりました。やはり出てしまいました、口から。さあしかもズボンまでこれいってしまっています。羽、汁の羽というよりは落としたもので、少しカレーを落としたカレーで汚してしまっているというところなんでしょうか。さあポイントどのように出てくるのでしょう。はい、今ポイントが出ました。66.68。 あ、汁の羽のところ失格になっていますね。こちら、あ、ズボンにもしっかりと、ついていますカレーです。はい、今、ポイントが出揃いました。さあどうなる。角野選手失格、カレー選手 247.88 というわけで、カレー選手銀メダル、角野選手銀メダルとなりました。いやー、かなりの、激戦だったのではないでしょうか。角野選手失格という形になってしまいましたが、さあ、あ、こちら今、カレー選手の金メダルインタビューが入ります。いやー、勝ててよかった、それだけでなんですけど、やっぱり意識したこととしては、やっぱ満遍なく感謝を満遍なく伝えたいっていう気持ちでやってきたんで、いやー、まあ広く出せたのは良かったかなっていうところと、まあ本当に相手の角野くんは強敵でした。いやー、あれは強かった。しかし自分の感謝が勝ちました。いやー、今後もこの競技続けていきたいと思うんですけど、やっぱり年齢も結構厳しい年齢に入ってきているので、自分も今後の4年後の大会に向けてちょっと頑張っていけたらいいかなと思います。本当に今日はありがとうございました。今回この競技失格ということで、まあ確かにオリンピック本番の温度の暑さちょっとね感じてなかったかなって、そこは努力不足だと思います。でもこの失格がなければ僕はちょっとまあ勝っていたと思います。本当、ちょっと感謝足りなかったかなって思います。このね白 T シャツにも申し訳ない気持ちいっぱいで、本当、まあでもこの競技まだ僕もね続けていきたいと思うんで、本当、もしよかったら本当応援の方よろしくお願いします。
それにしても暑かったですね、本当、カレーうどんすごかったですね、本当ありがとうございます、本当、これからもちょっとごめんなさい、ありがとうございました。